今日もスーパーマリオランやってきます。まあもちろん、キノピオラリーですね。まあキノピオラリー、なんかキノピオランとか、そんなのに言っちゃいますけど、まあキノピオラリーが正しい言い方ですね。英語だと違うみたいですね。名前忘れましたけど、変な名前ですよ。ということで、あ、空中ステージありました。空中戦艦行きます。勝ちますよ。絶対に勝ちますよ。最初これ、ジャンプしたくなりますけど、しちゃダメです。そこのプーのスパナー避けて、プー倒して、そこの赤コインを取る。あれ？え？何？まさか、今の食らっちゃうとは、これキノコ取ります。あ、なんか、ダメだな。スター欲しい。あ、プーがいっぱい投げてくれた。やばいやば、今なんかちょっと落ちそうでした。スター欲しいんだけど出ないな。避けなくてもいいプーのコインも避けちゃう。コイン出んかな。なんか敵から投げつけられるとコインでもよくちゃいますね。はい、ダメじゃん。あ、よかった。あー、スターが出なかったわ。スターが欲しい。どうだ、なんか充実感ない対戦でしたね。でも勝ててるか。100点差以上ついてますね。これ勝てるわ。でもなんか、勝ったんだけど勝った気がしない。そんなキノピオラリーでしたね。なんだろう。なんかいっぱい、やった充実感がない対戦でしたね。じゃあ次行きましょう。次。あ、また空中ステージってか、なんていう名前なのかなこれ。戦艦。戦艦ありましたね。じゃあ行きましょう。これ最初絶対にむやみにジャンプしちゃいけないですよ。ここは大ジャンプで行きましょう。バナー避けて、あ、避けなく、なんかプーが投げる、なんか物投げてくると絶対避けますよ。だってスパナだと思っちゃいますからね。コインダッシュ。交互か。やばい。交互じゃないですね。さあ、コイン投げてくるプーは、あの、スパナを投げないですね。やばいやばい。え、危ない。コインラッシュ。あれ、なんか、対戦相手、スター取ってるな。なんか負けそう。どうだ？こっちもそれなりにコイン取ったはずですけど。なんか競ってないか？ 100 点差ついてるか？勝てる、あ、勝てるわ。なんか、勝てた気がしない勝ちだな。そればっかだ、今日。なんだろう。なんか、キノピオランの爽快感がないというか、やっぱスター取らないとダメかな。じゃあ、地下ステージ行きましょう。地下ステージ最近負けるんですよね。
なんか相手がうますぎる。ヘッド蹴るの成功しました。なんか蹴ったところでいいことないですね。とりあえずコインをいっぱい取りましょう。コインラッシュ開始、始まりました。あ、すごい。なんかコインがいっぱい集まってきますね。スターが欲しいな。あ、相手はスターを取ってる。あれ？今のところでスターが出るかと思ったら出ない。負けるかな。なんかジャンプ台は出せましたけど、あまり出した恩恵を受けてないですね。負けたか。え、今の食らうんだ。どうかな。なんか負けちゃいそう。負けてる。うん、負けるか。え、あ、とりあえずコインはギリギリ。あ、勝てた。ギリギリ勝てましたね。あ、今日の対戦は、あの、勝てました。3勝できました。3勝するとなんか、もらえ、なんだ、あの、スペシャルコインがもらえるのかな。ということで今日は3勝しました。ということで、バイバイ。